こんにちは、こんばんは、おはようございます。本日はですね、静岡県に来ております。静岡県で桜を見てきました。河津桜と南の桜祭りですね、2箇所行ってきて、今から宿にチェックインするところです。で、今もう5時前ぐらいですかね。だいぶチェックインの時間が遅くなりまして、まあ、本来なら伊豆熱川に宿取ったんですけど、飲食店でお酒を飲みたかったところなんですが、まあいろいろありますよね、今ね、時期的にも。なのでお酒を出してるお店がわからないっていうのと、まあ時間帯も遅いので、先にご飯を食べてから宿にチェックインするという方法を今回は取ります。で、まあ、お酒飲めないんであれば、正直お腹を満たせればいいので、ちょっとレストランを探してます。では軽くドライブしまーす。デイ、ガストに着きました。観光地にいるのにあえてチェーン店を選ぶという行動に、私は風情と幸せを感じ、びっくりしたんですけど、機械、ロボットが料理持ってきた。見て見て、これすごくない？これびっくり。これは酒飲みたくなるわ。ごちそうさまでした。ガストうまかったな、唐揚げうまかったな。ガスト飲みしたくなりましたね、また。それではチェックインします。もう6時近いっすよ。着きました。本日宿泊の熱川館さんです。では入ります。はい、部屋に到着しました。すごくいいホテルだ、これは。ではお部屋紹介させていただきます。はい、広いです。このようにすごく広いですね。で、窓はあそこ一面ガラスで、景色がバーって見えるんですけど、夜は何も見えなくて、反射で室内が映っちゃうんで、今は閉じてます。また朝お見せしたいと思います。で、違うね、またでかいんですよ、鏡が。お風呂が奥にあって、自分の姿を映さないように、こんな感じですかね。最高。この後は貸し切り温泉を予約したので、7時から入りに行きます。2000円で、もし空いてたら何回でも入り放題っていう形らしいですね。いやー、一人7,000〜8,000円払ったら、まあ素泊まりですけど、こんないい宿泊まれるんですね。びっくりしちゃった。ホテルの散歩をしております。広いロビー、ゲームコーナーもありますよ。あー、ボブサップ懐かしい。こんな感じですね。そして卓球場もありますね。ああ、いいな。お土産コーナーも広いな。ああ、いいわ。ゆっくり見たい。こちら、貸切温泉でございます。きれい、広いし、
これがね4種類あるみたいなんですけど、頑張っても2種類かな。入れても入ります。温泉出ました。気持ちよかったわ。昼間がもうとにかく寒くて体が冷え切ってたので、もうだいぶ温まりましたね。そして今ベランダに出て涼んでます。気持ちいいわ。あとは夜の10時に、貸し切りを予約したので、そちら入りに行きます。露天風呂もあるんだけどね、せっかく貸し切りをお願いしたんで、露天風呂入りに行く時間ないかもな。それでは9時半ぐらいまで仮眠取ります。もうずーっとバタバタで忙しかったので、仮眠取って温泉入って晩酌タイムですね。おやすみなさーい。起きました。超眠い。一瞬で眠りに入りましたね。温泉行ってきまーす。あー眠すぎて危うく貸し切り温泉諦めるとこだった。頑張って入ります。絶対気持ちいいから。今回の貸し切り温泉です。なんかすごい雰囲気だなこれ。温泉入ってきました。ほんと行ってよかった。寝て起きた後の体に染みる感じか、ほんと好き。気持ちよかったわ。それではこの後お酒をたしなむ時間ですね。披露宴でゆっくり外の景色を見ながらお酒飲みたいんですけど、このようにですね、反射して見えるのは醜い自分の姿だけ。こちらの旅館、飲み物とかすごい安いよ。旅館の料金とは思えないですよね。ジョッキ600円とか普通に居酒屋レベルじゃないですか。エレベーターに貼られてた日本酒の飲み比べとかもね、900円とかだったんですよね。すごく安い、良心的、最高、イエー。ここ全然あれでしたね。すごいわ、ほら、あれ素泊まりで来ても後から全然注文できましたね。すごー。マジか。旅館のインフォメーション見んのも楽しいですよね。ここのインフォメーション綺麗だわ。屋外プールもあるんだ。楽しい。では晩酌のお時間です。短い間ですがどうぞよろしくお願いいたします。このね、水入れがあるとすごく助かるんですよね。中に氷が入ってるんですよ。しかもこれね、保冷できますからすっごい助かる。ありがとう、本当にありがとう。ではいただきます。最近の旅でですね、今目の前に置いてあるマイ箸マイスプーンとですね、この製氷皿がすごく役に立ってるんですよね。で、冬の間はお酒はもう車の中にずっと積みっぱなしで旅をしてるんですけど、楽ですね、いろいろと。で、氷あると二日酔いも
そこまでないし、美味しくお酒も飲めるんで、おすすめです。ほんとおすすめです。というわけで、あとはいつものようにゆっくりとお酒を飲んで明日を迎えます。最高の一日だった。今日も慌ただしかったけど、全てがスケジュール通りに行って最高としか言いようがないですね。こういった大型の宿もね、いつもコスパいい宿ばっかり選んでますけど、大型の宿もいいですね。安心感と満足感が違いますわ。それではおやすみなさーい。おはようございます。朝8時でございます。もっと早起きして温泉に入りに行くつもりでしたが、無理でしたね。そしてですね、まだ景色を見てないんですよ。夜の景色しか見れてないから、こっからの朝の景色、さあどんな感じでしょうか。いきなり目覚めるかな。あ、こっちか。ございます。うわー、すごー、マジすごいよね。これいきなり目覚めちゃうよね。眩しすぎるんでカーテン閉じます。あとでレースカーテンだけしておきます。朝風呂かましちゃいましょう。風呂出ました。気持ちいい、涼しい。もう朝起きた瞬間から日差しが入ってるんで、もう体が結構温まってるんですよね。だからいつもより全然長湯しないで目が覚めましたね。少し日が隠れてしまったかな。起きてこの景色ですよ。しかもベランダ出れるし、気持ちよすぎないかこれ。数年前に伊豆熱川に宿泊したことがあるんですけど、その時は確か向こうの方にある大和館さんだっけな、すごく評価のいい宿に泊まったんですけど、そちらも良かったですね。そして伊豆熱川の温泉街を軽く歩いて居酒屋さんも行ったんですよ。その時はそこもねすごく良かった。マジで風情がすごい、ほんといい温泉街。廃墟もあるし、温泉ならではの、温泉街ならではの湯煙もあるし、今日も行けたら行きたいけどな。こりゃゆっくりしてしまうわ。景色ずーっと見てしまうわ。朝の準備がはかどらない。あ、ちなみにですね、昨日作った氷がまだ残ってまして、朝から冷たいウーロン茶をいただいております。うまい。お腹が空きすぎてですね、いつもは味噌汁を食べてますが、赤い狐、非常食の赤い狐に手を出すことになりました。ではチェックアウトします。素晴らしい宿でした。しました。本当に何度も言いますけれども、素晴らしいお宿さんでしたね。またこういった大型のお宿さん
泊まりたくなってしまいますね。今回の旅、河津桜、南の桜祭りですねから始まり、いろいろまた慌ただしかったですけど、最高の旅となりましたね。最後にこの浜辺を楽しんで、伊豆熱川の温泉街の雰囲気を楽しみつつ、できたら爽やか送って帰りたいなと思っております。また次回もこういった旅できたらいいな。ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。ではまた次回の旅でお会いしましょう。バイバーイ。はい、こちら伊豆熱川の温泉街でございます。好きなんだよなこの雰囲気。わーいいね。シャッターシャッターシャッター街。